ペンゲー。ペンゲーは1927年1月21日から1946年7月31日の間使用されていたハンガリーの通貨である。ペンゴと呼ばれることもある。激しいハイパーインフレの期間の後、ペンゲーはホリントに置き換えられた。補助通貨は1ペンゲーイコール100フィレール。第一次世界大戦の後、 サンジェルマン条約に従い、オーストリア・ハンガリー銀行は賠償金を支払わなければならなかった。またオーストリア・ハンガリーのクローネ通貨は別の通貨に変わり、ハンガリー国内ではコロナ通貨が導入された。この通貨は効率なインフレーションに見舞われた。1925年に新たな通貨であるペンゲイが導入され、1ペンゲイイコール12500コロナに、 価値設定された。また3800ペンゲーで金 1kg 相当と定められた。しかし、クローネとは異なり、ペンゲーの金貨は発行されなかった。世界強行までは、ペンゲーは近隣諸国で最も安定した通貨だった。第二次世界大戦後に発生した未曾有のハイパーインフレでペンゲー化は著しく減価した。1945年5月1日の 郵便料金は1ペンゲーであったが、7月1日に3ペンゲー、翌1946年1月には600ペンゲーに達した。インフレはさらに猛烈な勢いで加速し、3月には2万ペンゲー、5月に200万ペンゲー、7月には40兆ペンゲーに達した。インフレ率は96%に達している。高額紙幣の追加発行が相次ぐ中、 10外ペンゲイという史上最高額の紙幣も印刷されているが発行には至らなかった。市中で実際に流通していた紙幣のうち、額面が最も大きかったのは1外ペンゲイ紙幣、10画像であるが、1946年に発行が開始された、この紙幣の価値は 0.2US ドル相当に過ぎなかった。1946年1月1日に、 税のペンゲーという納税に用途が限定された貨幣が発行され、同年の5月9日にはその価値を通常のペンゲーの下落幅にスライドさせる目的で法定通貨として認めれた。しかし、通常のペンゲー化の暴落が続く中、導入当初は前者と等価であったアドーペンゲーの価値は上昇を続け、最終的には1アドーペンゲーが20。 20外ペンゲー前後のレートで取引れるようになる。もっとも、このアドーペンゲーが優位に立つことができたのはあくまでも、通常のペンゲーに対してのみであり、激しいインフレと減価に苦しんだ通貨である点では、何ら変わるところがかった。結局、1946年8月1日に、新通貨ホリントが導入され、新給料化の交換比率は1ホリントイコール40。 上ペンゲーに設定された。この通貨改革、デノミネーションにより、ハンガリーの経済はようやく安定へと向かうことになる。1926年より1.20.20、50フィレール、そして1ペンゲー効果が発行された。1.2フィレール効果は、制銅、10から50フィレール効果は、白銅、1ペンゲーは64%純度の銀でできていた。 1929年にペンゲー効果が新たに登場したが、これも64%純度の銀だった。五ペンゲー効果は1939年に発行された。第二次世界大戦中に1フィレール効果は製造中止となり、2フィレール効果も鋼鉄、そして亜鉛製となり、10.20フィレール効果は鋼鉄で鋳造されるようになった。 また1から5ペンゲー効果はアルミニウム製となった。1945年のハイパーインフレーション発生前に出された5ペンゲーアルミニウム化がこの通貨の最後の効果となった。ハンガリー中央銀行は5.1020.50100ペンゲー紙幣を1926年末に発行した。これら紙幣にはスカシが入れられていた5ペンゲーを除く。表面には ハンガリーの歴史上の人物が描かれ、裏面にはブダペストの建造物や絵画が描かれていた。紙幣には教育という役割も持たされていた。より偽造されにくくするために、すぐに新しいシリーズの紙幣が印刷された。この時、高度な技術を持った者がハンガリー国内にはいなかったため、オーストリアから専門家が招聘された。 このシリーズの額面は5.1020.100千ペンゲーだった。しかし、千ペンゲーはかなり高額な紙幣だったため、一般市民が手にすることはほとんどなかった。なお、この紙幣に描かれた肖像や建造物は前の紙幣とほとんど変わらなかった。また、五ペンゲー紙幣は早々に銀貨に置き換わった。ウィーン裁定の後、 ハンガリーは回復した領土に通貨を供給させなければならなかった。銀貨を発行していてはコストがかかりすぎるため、5ペンゲー紙幣が1938年、1ペンゲー紙幣が1941年にそれぞれ発行された。これら紙幣は粗悪で単純なデザインだった。この2つの紙幣が発行されたのと、同時期に2 5 0 2 0ペンゲーの新紙幣が発行された。 これら紙幣は、ハンガリーの民芸と人々がテーマとなっていた。インフレーション中には次々に工学紙幣が発行され、最終的には一概ペンゲー、十ペンゲー紙幣まで発行された。ハイパーインフレーションの間、紙幣のデザインは、色だけ変えて使い回され、呼び名もペンゲーからミルペンゲー、ミルペンを、百万ペンゲーのイビ B ペンゲービ B ペンを、 一丁ペンゲーの意に変えて、超高額面の紙幣が、次々と発行されていった。発行された、最も高額面の紙幣は、一外ペンゲー紙幣だった。一外イコール十。この紙幣の価値、流通された時点は、わずか 0.2US ドルだった。なお、印刷された、最も大きな額面は十外ペンゲー紙幣だったが、発行はされなかった。ハイパーインフレを止めるため、 ペンゲイの代わり、アドーペンゲイが発行されたが、幾分インフレの勢いが衰えただけで、通貨の暴落は止まらなかった。再建は、財務省によって発行され、その額面は1万から1億アドーペンゲイまであり、粗悪な紙に印刷された単純なデザインだった。この通貨は、ハイパーインフレーションの最後の月に、法定通貨となり、ほとんどペンゲイと置き換わった。 これら膨大な量の紙幣発行で上質な紙が消費されたため、後のホリント紙幣の生産に悪影響を与えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。